今日は主のご降誕をお祝いする気持ちで、マリアの子守唄と不思議な知らせの2曲を歌います。どうぞ聴いてください。
次は渡月教会です。私たちは普段約30名で集まっています。毎週の教会学校と月に一度の子供ミサで洗礼奉仕をしたりして教会と関わっています。今年はコロナウイルスの影響でみんなで集まれる日が少なかったですが、頑張って練習したので聞いてください。マリアの子守唄をクリスマスの鐘を歌います。私をお使いくださいです。聞いてください。